はい、今から徳の話のテープを入れます。これも100回聞いてください。100回聞けばわかるっていう100回シリーズです。一番最初に自分の機嫌取ろうねというテープ入れて出し切ろうね、それから、今から徳というもののテープを入れます。で、徳ってなんだろうってよく俗に言う人徳というやつなの。あの人には人徳があるねとかってそういう徳という話をします。で、この徳というのが一番最後に持ってきたのは一番分かりづらいし馴染みがないからだ。だけどこれが大変に必要なもんなんだよ。人間の体には3つの必要なものがあるの。取り入れなきゃいけないもの、1つが体に栄養、それから脳に知識、それと心、ハートね、ハートに徳というものがいるの。で、これが満たされてないと、この3つが満たされてないと幸せになれないんだよっていうことなんだよね。それで、徳って何ですか、徳を積むって何ですかって言った時、人の心が軽くなる、人の心が明るくなる、要するに人に喜ばれることをするとこの徳というのがどん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 ついてきちゃう、ね、それと逆に徳を失う行為って何ですかって言った時、人の心を暗くする、それから人の心を重くする。だからいつも心配そうな顔してる人と笑顔の人ではもうそれだけで全然徳が違う。それから愚痴とか泣き言とか嫌味とかって言ってると人の気持ちをどん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 暗くするの、ね、それより人のこと明るかったり褒めてあげて元気でいこうよとか、ね、ついてるから大丈夫だよとかっていう人は徳がどん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 ついてくる、ね、だからうちなんかもこうやって仕事してるとすごくいいのは膝が痛いとか腰が痛いとかって言っててもその人は痛いのに元気出そうよとか明るい気持ちになろうよったってなれないんだよね。だからそういう人が腰が痛いとかそういうのが取れたんだよとか血圧が高かったの低くなったんだよとか旅行行けたんだよとかもう頭痛持ちで頭痛くてしょうがなかったのがこれが取れたんだよって言った時ものすごく相手の気持ち心体を軽くしてあげてハッピーにしてあげたんだよね。でそういうことをしてる人ってどん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 徳が積んでくるの。ところが面白いんだけどなんぼ健康だろうがなんぼお金があろうがこの徳のない人って見てるとどん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 不幸なことが起きるので、徳がないのに人を喜ばせも何にもしないで得たお金って悪因を残して消えていくって。だからたとえもう病気になって消えていこうが強盗に入られて消えていこうがね、そういう悪いことを起こして消えていくの。だから人間前の2つのテープじゃないけど自分で自分の機嫌を取って本当にできるだけのことを出し切る、本当に出し切った時に本当の喜びも自分も得れるんだよ。だから本当にこう秋になると田植えやってお釈迦さんが嬉しそうに実ったのを見て嬉しそうにしてるっていうのは寒いしも暑いしも草取りしたり除草剤撒いたりいろんなことをした人が初めて喜べるんで、その祭りに出会ったからでちょっと顔出した人間があの収穫の喜びなんて得られないの。と俺たちは人様のために出して出して出して出し切って笑顔を出し切って人のことを軽く軽くしてあげるの。人の気持ち軽くし体を軽くし心を軽くしてあげるの。そういう人間が自分にどん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 徳が積まれてくるの。そうするとそういう徳がどん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 溜まってくると自然と守られてて無事に過ごせて、気がついたら家族やなんかもだからよく子供にお金いっぱいあれしてお金いっぱい仕送りしてあげることよりも親が積んだ徳が子供の方に流れるの。親子ってのはみんなつながってるもんなの、ね、だからよく親が悪いことしてると親の因果が子に報いとかっていう話があったけど、あれは子に報いというよりつながってるんだよって。だからいいこといっぱいいいこといっぱいして
人の気持ち軽くなるようなことし、人様に喜ばれるようなことしてたら絶対にいいことがあるんだよって、ね、だからその仕事というものを何かのテクニックかなんかだと思って一生懸命こうなんかこう外国の経営法とかそんなことばっかり研究してるけどうまくいかないの。だいたいひとりさん自体はそんなのやったことないんだよ。それよりもどうしたらみんなが喜んでくれるものを作れるだろうか、ね、それからうちの仕事してる人たちがどうやったら明るく仕事ができるだろうかってそんなことばっかり考えてる人がやっぱし日本一になっちゃったんで、だからテクニックよりも徳をいっぱい積むことを考えた方が絶対に人はね幸せになるの。それで自然と守られてんの。よく大体私なんかよりもっとちっちゃい会社の社長さんでも何でも大体10人ぐらい連れて歩いてんだよ。それぐらいね護衛がいたりなんかしてるの。だけど私はただの一度だってそんなことしたことないの。日本中どこでも出かけてってもただの一回も危険な目に遭ったこともなければ何にもないんだよって。何も恐れることないの。でそれって何ですかって言うと一生懸命できる範囲内の得という貯金をしてるんだよね。でうちの会社にこうやって集まってきた人ね、そういうことで得を積むために集まってきたのに本当に全力尽くしてますかって。で全力を尽くして仕事をし愛情を与えてますか。あのね、こんだけ自分のやることがきちっとしてあるのにそれでもずっとやらないっていうのはものすごくね徳が足りないよ。要するにマイナスになることなの。で徳がマイナスになるようなことをずっとしてた時とんでもないことが起きるからね。何にもしないでここにいればいいんだって言うけど自分の今いることよく悪いことがどっかに行かなきゃ起きない、どっかに行かなきゃ起きないね。方位見てこっち行かなきゃいいんだって言ってるけどそこに悪い原因があるんじゃないよって。あんたの徳がどん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 マイナスになってきた時に何かがポンと起きるんだよ。だからあんたがどこにいようが死ぬ時は死ぬんだよ。がんになる時はがんになるんだよ。なんでかって言うと、ね、方位見ようが方角見ようががんはあなたの中にあるんだから、あんたが北海道行こうが九州行こうが脳一血になるときはなるんだよ。ね、車がぶつかるときだってあんたが呼び寄せてんだよって。悪い原因って自分が呼び寄せてんだよって。ね、でこんなこと信じても信じなくてもいいよ。ね、だけどそういう目でずっと見てみな。するとね、確かに徳のない人っているの。お金持ったら奪っちゃったりとか、ね。親の財産もらって怠けてていいんだと思ってたりとか、そういう人って、人の気持ちをね明るくしてあげるんじゃなくて平気で暗くする人がどんな風にどん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 なっていくかね。あそこんちは財産があるからいいんだって。財産があっても絶対幸せになんない。何かが必ず起きるの。だから徳というのがどのぐらい大切なもんだか。だから今ははっきり言います、栄養なんか取りすぎです。知識もあるかわからない。昔の人よりもテレビ見ても見てるなんかいろんな知識あるかわからない。本当に必要な知識ってあるんだよね。でこの徳という3番目がものすごく足りないし、こんなこと知らないので、知ってようが知らなくてもいいから今聞いた人は知ったよね。ね、徳を積むことがどのぐらいいいことで、徳を減らしていくことがどのぐらい悪いことが起きるのか、自分を備えて周りの人も全部見て、それで、できたらこれから本当に斎藤塾みたいのを作って、何をしたいのかって、月に1回集まってお客さんの腰が治ったよって こんだけの徳を積んだ、みんなに喜ばれることが徳を積むってことだね。でみんなで徳を積み合ってるとどういうことが起きるか。別にこれは宗教でも何でもないんだよ。宗教ができる以前から人に親切にしてする人と人に迷惑をかける人がいるんだよ。ね。
で、今は迷惑をかけようが悪いことしようが競争して足を引っ張ろうが勝った人が得だと思ってるんだ。でもそうじゃないんだよ。人ってのは助け合い、教え合い、ね、自分のできることを力いっぱいやって精いっぱいやって人様に喜んでもらった時、この人を、この人から物を買おう、この人を選ぼう、この人を何かしよう、この人を総理大臣にしようって言うんだって、みんなに選ばれてなるんだよ。ね、悪いことしても金集めてそればらまけばいいんだよ。そんな人みんな失脚しちゃうんだよ。一時はうまくいくんだよ。そんな得のないやり方は続きっこないんだよ。で、本当に人に喜ばれた時ものすごく幸せなんだよ。暑いからやだ、寒いからやだ、暑くても寒くても人様のためにやるの。それで喜ばれて、チラシ巻いた時に来てくれた人に一人でも一生懸命やるので、そんなことが重なってった時、その人に徳がいっぱい溜まった時に、ね、誰言うとなくあの人のとこ行きな、あの人のとこ行きなっていうことが起きるんだよね。で、それが本当の仕事であり、自分がやるべきことだから、魂も向上するし仕事もうまくいくし、だからこのテープ100回聞いてくれれば絶対分かってもらえると思うの。それで、心には徳というものがいるんだ、ね、健康ならいいんだって、お金さえあればいいんだじゃないの。もう一つ大切なものがあるの。この心、このハートに徳というものを与えてあげないと、どん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 運勢がしぼんできちゃうの。それが悪いことを呼び寄せるの。自分にも呼び寄せる、家族にも呼び寄せる、子供にも呼び寄せる、親にもあっちこっちに悪いことが及ぼすの。ところが、徳をいっぱい積んでると、いいことが、いいことが、いいことがどん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 起きてきて、自然と守られるの。ね、だから、徳がものすごく大切なんだよ、っていう、このことを教えたいの。それで、100回聞いてください。それで、100回聞いた後も何回も何回も聞き、そういう目で見てください。そしたらいろんなことが分かります。どうもありがとうございます。